どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回は個人的にこのカード頭おかしいだろ、なんでリミット入ってないねというカード、このカードなんでリミットかかってんねん、そろそろ許せというカード、そして番外編としてこのスキル頭湧いてんのかというスキルをご紹介していきたいと思います。個人的な見解が多い入っておりますのでご容赦ください。なんでリミット入ってないのカード、第5位、マスクチェンジ。ヒーローだけ強化されすぎじゃない？どんだけ変身連打するの？連打するのヘルカイザーだけで十分なんだけど、冷静に考えたらさ、魔法カード1枚でさ有効モンスター出してるとおかしくない？ずるじゃん、そんなずるじゃん。ヒーローは実装カード間違えるとさすぐ環境トップ行っちゃうポテンシャル持ってるっていつも言ってるよね。おかしいじゃん、バイオン仮釈放して再集合してる暇あったらマスク導入しろ。第4位、召喚獣プルガトリオ。プルガトリオを許すな。そもそもさ OCG でこいつが強かったイメージそんなないんでね、コナミさんもね分かってなかった説があるんですよ。こいつの強さ、リンクスは防御度も薄いしライフが4000しかないんですよ。どう考えてもこいつやばいだろ、効果どう考えても小学生考えてるやんか。これマネをリミットかけてる時間あったらこいつどうにかせえよ。 UR っていうね、この UR っていうあのレアリティとメインボックスっていうことでリミットを逃れに逃れてきた確信犯なんですよこいつは。いよいよこいつの命はマジで危ない。第3位、お邪魔キング。いやデビフラリミット1にしてさ、なんでこいつリミット1にせんのや。デビフラリミット1にしたらこいつもリミット1にかぶせないとおかしいなって。デビフラ生きてるんだからこいつも生きてちゃダメなんですよ、併用できちゃダメなんですよ。確率が低くなったとは言っても今でもクソゲー先行するやつは存在してるんですよ。お邪魔キングさんさ出てくるんだったらさちゃんと融合して、あの変なさ機械のおじさんから出てくるのやめろ、壁とやってろ。第2位、マジシャンズロット。調子に乗んなよ杖ごときがよ。ちなみに杖が打点1600でパジャマが700で本体の攻撃力が200しかねえっていうのはまあ有名な話なんですけども、リンクスがさキャラゲーだとか言われてて調子乗ってるらしいけど、この杖ごときがこの人使ってんの白装束のおばさんでしたよね、アテムじゃないですよね、それはキャラゲーなんですか。どうやら理解したな。そうだ、これがデュエルリンクスだ、やかましいわ。キャラデッキだろうとななんだろうとな先行制圧して何もさせないのはカードゲームじゃねえんだよ。カードゲームとしてそんなもんありえんだろ。あ、それが遊戯王じゃんって。確かに。第1位、ムーンライトクリムゾンフォックス。お前いつまでネオスと寝とんねん。お前ムーンライトじゃなかったんか、ネオスと寝すぎなんだよお前は。ライフ4000を甘い時代を完全に作り上げてしまったノーマルカードでございます。ノーマルなんだからそろそろいいだろ。お前もノーマルで実装してんだからよ、もともとリミット絶対かける気だろ。これリミットかける気でそもそも実装しますよねこのモンスター。いつまでこの人生きてるんですか。ムーンライトとか言いながらネオスとしか寝てないですよ、おかしいですよね。低層化が許せませんか。さらにサイバーダッカロンとかいうなんかよくわからんドラゴンとも寝ますよね、おかしくないですか。低層化が許せますよ。いよいよこいつも牢獄行き。番外編、頭を湧いてるスキル、サイバー流奥義。いやなんでそんなに簡単にモンスター生成しちゃうんですか。真の創造者はあなたでは。ペガサスさん見習ってもらっていいですか。オーノー、小遣いでさ相手のバックぶっ飛ばしたモンスター出てくるってどういう理論、どういう原理、なんでこんなスキルが許されてるんですかね。総じて意味不明すぎるでしょこのスキル。なんでなんでサイバネティックフュージョンサポート打って2体もブロッサイバー出てくるんだよ、おかしいだろ、どうなってんだよこのスキル、助けて。番外編、なんでリミット入ってんのカード、バララバー。いやもう許してくないもう許していいでしょ。まあこれ神羅時代の犯罪者なんですけども、もうそろそろもうこれ時効かなって感じするんだよね。言うて今植物にぶっ壊れきるやついねえし、一旦解除していいんじゃないかなと俺は思う。神羅がブイブイ言わせられるような環境じゃないのでね。マジシャンオブブラックイリュージョン、こいつに関しては一言、リミットかけるのはいいけどお前じゃねえ。さあ最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録および高評価よろしくお願いいたします。個人の独断と偏見が入っておりまして非常に申し訳ございませんでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。